はい、皆さんこんにちは、コロナ後です。今回は、タミヤ48分の1スケールイギリス軍チャレンジャーの続きでございます。基本塗装がエアブラシでは終了しましたので、今回デカール貼っていきます。青い、ベースの機体にしましたので、まあ、ちょっと近未来風な現代風な感じで塗装してまして、今回デカール多めでやっていってます。この後メインとなる、ジオン軍の、マークシンボルも貼る予定です。はい、で基本的にはですね、48分の1スケール35分の1スケールで余ったデカールを、どんどん貼っていってます。舞台ナンバーですね、346というのもこちらもジャンクの、デカールから利用して貼ってます。はい、一応この後ね、デカールたくさん貼った後フラットクリアで、保護をして、でその後墨入れと、チッピングをやろうかなと思ってます。で汚しはあんまりやらない予定ですね。はい、で今ジオン軍のマークを1個だけですね、ワンポイントで貼ろうとしてます。はい、まあ、こんな戦車はね実在したわけじゃないですし、まあ、どちらかというと地球連邦軍っぽい戦車なんですけど、今回はジオンのマークを貼ってます。はい、ちょっとねデカールのスケール感とキットのスケール感が合わないんですけど、まあ遊び心を持ちながら、今回は制作数のテーマなのであんまり気にせずやってます。で、あと節々にですね、塗ってるのはですねマークフィッターですね。デカール軟化剤とこう接着剤が一緒についてるすごい便利なやつです。はい、それを、添付してから上からデカールやって、余分なものを拭き取るみたいな感じでやってます。本来はもうちょっとね、綿棒とか丁寧にやればいいんですけど、今回ちょっとお手軽制作でやってますんで、ティッシュでパパって拭いてます。はい、こういうあの大きい、今白いデカール貼ってますけど、大きいデカールはねこういうあの軟化剤とかを使った方が絶対いいですね。段差とかあったりとか綺麗に貼れるので。ただね、時間経つともう位置の調整できなくなりますんで、そこだけ要注意ですね。はい、で定番のドクロマークも貼っていきます。これは3号戦車かな、ドイツ3号戦車のデカールだったような気がしますけど、そちらを利用していってます。赤いドクロマークですね、貼ってます。はい、動画には撮ってないんですけど、細かいですね、コーションマークというか注意マークみたいなの細かい赤のやつですか、そちらのデカールもこの後たくさん貼ってます。はい、あと、こちらも撮影してないんですけど、機銃ですか、機銃と、燃料タンクにもデカールを貼りました。燃料タンクは赤で作ったので、ワンポイントでちょっとカラーを、黒いカラーラインになるような形でデカール貼ってます。はい、こんな感じですね。これちょっと画面から見切れてるのは、あのカメラ外で、あのティッシュで、あの水気を取ってるシーンになっちゃってます。今回もですね、撮影は GoPro でやってるんですけど、なかなかやっぱ GoPro のカメラ越しに制作するのは難しいんですよね。なんでたまにあのカメラの画角からずれて、今もですけど、作業してるケースがありますけど、まあその辺はちょっとすみませんけど、ご容赦いただければと思います。はい、こんな感じですね。車体、砲塔後部にもマークつけてみました。はい、でこれでだいたい貼った後2時間ぐらいですか、乾燥した状態になってます。まあ素手で持ってますけど、この状態でも剥がれる可能性があるので要注意です。はい、砲塔も結構デカール多めにしてまして、鬼門だったこのフロントの白い、大きめのデカールも綺麗に貼れてます。ジオンマークも大丈夫そうですね。はい、でこれ燃料タンクですね、黒いラインを入れてみました。
それから明かりに使う機銃にも黄色いマーク入ってます。それからバケツかな、バケツのところにも一部ワンポイントが入ってます。この後はフラットクリアしてから、仕上げ工程に入ると思います。はい、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。コツコツ作っていきたいと思いますんで、よろしければまた見てくださいね。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。